最大寺石堂及び石東場は、岡山県高橋周関町上浮間大石地区にある、鎌倉時代の石造物。石堂は、道地区の市道脇の山際にあり、石東場は約150メートル下った道脇に立っている。石堂は供養のために作った一種の石造物で寺の内陣などに、荘厳のためにかける銅の形に源流があると言われる。 1961年3月23日に国の重要文化財に指定された。年代の明らかな赤道としては日本最古とされる。保雅山六面赤道数ある保雅の赤造物を代表する堂々たるもので、二つの遺徳を称え先祖を供養するために作られたものである。銅とは細長い旗であるが、この赤道は六方に旗を垂らした形を 花工岩製の六角柱で表している。傘に上に受け花と宝種が乗るのが正式であるが、紛失して五輪島の水輪から上が乗せてあり、やや変形している。総高2.64メートル、同心の計約50センチメートルであり、小六角柱の底部の一辺が25.5センチメートル、上部が24センチメートルとやや上が細い。第一面には、 七仏と種子が刻まれ、他の面には一仏と、名文、最後の、第六面に、元首歳いよいよ西新結に西や加減4年10月24日、大井の行、久し啓白とある。各面の仏像はいずれも二十円公式の中に、半肉彫りに彫られている。この赤道に彫られている仏は十二仏である。第一面の種子に、初七日より十三年に至るまでの十二尊像を彫り、 仏道修行の道標にすると刻まれており、鎌倉時代の当時、十二仏信仰であり、平安時代の十仏信仰から、室町時代以後の十三仏信仰への過渡期を示す、貴重な資料となっている。造流者は西、西新、西屋夫妻であり、作者井野行筆氏が右官に残した最後の作品である。二重の塔の西側、五輪塔軍の山際にある。頭部が、 約3分の1ほど欠落し、残った部分の高さは84センチメートル、幅26センチメートル、厚さ13センチメートルである。石踏みには人が五逆の罪を犯した時も地蔵が変わって地獄苦を受けるとある。その下段に、養父、劉志郎と義母の母体を念じ、加減三年、うずきに西屋が増流したことが刻まれている。作者は刻まれていない。 所有者である最大寺の所在地は、高橋周官町上うかん940。重要文化財の所在地は、高橋周官町上うかん9167。小菓子さん。最大寺赤道及び、石東場文化遺産オンライン現地案内版による、ハット AB う館ん町教育委員会1997。ピアニッシも602から605。ありがとうございます。